本日8月18日、首都アリソンの誕生日です。今回も首都アリソンに関するクイズを作ってみました。首都アオイの実家が営んでいる店は何でしょう？料亭。料理を得意とする首都アオイの趣味は、どんな食材を扱うことでしょう？魚さばき。首都葵のセリフの語尾によく現れる大分弁に由来する語尾は何でしょう？なんとか茶。首都葵の噂一からわかる首都葵が事務所に作りたいと語っているらしい施設は何でしょう？社員食堂。デレイセイシタクマ劇場で首都アオイがいつか魚の美味しさを分かってもらいたいと思っているアイドルは誰でしょう？前上さん。料理や食材の取り扱いに詳しいメンバーが揃う首都アオイ、五十嵐京子、浅井奈々美の3人が組むユニットは何でしょう？アイドル料理ショー。首都葵が実家に帰り、おもてなしを行う様子を描いた彼女の SS ラカードは何でしょう？真心の看板娘。実家の料亭で看板娘をしていた大分出身のアイドルで、地元の人の応援を受けながら修練に励み、お客さんの前で心を込めた料理とパフォーマンスを提供する、今日8月18日が誕生日のテレマスのアイドルは誰でしょう？ちょっとお誕生日おめでとうございます。これから後半戦、和食に関するクイズです。鹿児島県の鶴丸紀行商会はこれができる機械を製作している竹や水を使って行う夏の風物詩は何でしょう？流しそうめん。ご飯や味噌汁を器に盛ることを表す日本語の動詞は何でしょう？よそう。漬物の千枚漬けに使用される京都発祥の株の品種は何でしょう？皮はダメだ。はい、聖護院株、失礼しました。食材に国境なしという格言でも知られるテレビ番組料理の鉄人の初代和の鉄人として活躍した料理人は誰でしょう？道場六三郎さん。漢字一文字ではこのように書く丸鍋のメインに使われる食材は何でしょう？すっぽん。両端が細く作られ、どちら側からも持つことができる箸のことを、これを考案したとされる人物の名前から何箸というでしょう？利休箸。体の側面に妙な斑点があることから、はかり目と呼ばれる寿司ネタとしてもおなじみの魚は何でしょう？アナゴ。別々に煮た食材を一つの皿に盛り付ける和食の料理を何て言うでしょう？炊き合わせ。これを食べると酒が非常に進むことから名がついたカツオなどの内臓を作られる塩辛の一種は何でしょう？酒盗でした。アン演じる主人公のメイコが周囲の人を料理で幸せにすることを目指す2013年から連続テレビ小説として放送された NHK のドラマは何でしょう？ごちそうさんでした。以上で首都アリソンの辰巳記念クイズを終わります。